半身から戦力外通告を受けた遠藤製内野手に、期待、の声が上がっている。一日に来期の契約を結ばないことを通知された23歳に、びっくりするよ、本当に、まだまだやれるに決まってんだろ。これは驚いた、なんで戦力外、ほんまになんでなんやろなど、ファンは疑問の声を集めている。映像、戦力外も、運命のトライアウトに遅刻。 土下座も虚しく強制退場。遠藤は2019年ドラフト4位で東海大相模高から阪神に入団。今季はウエスタンリーグでトップの出塁率392、リーグ2位の30盗塁と飛躍したものの、1軍での出場機会に恵まれなかった。プロ5年間で1軍出場のない23歳にファンは、こっちまで泣けてくる悔しい、見返すくらい活躍してくれ。 理由がわからないです、など、呆然、の様子だった。さらにはショックから抜け出せない、足も速くて、出塁率も高く、二遊間を守れる、他の球団で活躍しそうなど、23歳の背中を押すファンも見られた。